はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日は一度逃してしまうと正規ルートでは二度と手に入らなくなってしまうものということで今回は紹介していきたいと思います。このゲーム他のゲームと違って割と良心的で二度と手に入らないものっていうのが結構少ないんですね。まあなんかで過ぎたらまたショップに販売があったりとかまあ再配布があったりとか結構そういったものって多いんですよ。まあところがやはり中には二度と手に入らないものっていうのがたくさんあったりするんで今回 今回はその辺を紹介していいきたいと思いますというわけで早速やっていきましょうそれではまずは1つ目最近のバージョンアップごとに販売されるスペシャルパッケージということでまあどういうものかっていうと、まあ、バージョン5あたりから本格的にやり始めたんですけどもこういったもの 魔界からの宝箱ということで、まあ、これがバージョン5の時に発売されたんですよね。まあ、というのも、この中にはたくさんのパッケージ以外にグッズが入っていまして、まあ、一つずつ見ていくとですね、例えばマグカップが入っていたりとか、なんか腕入れ枕とか入っていたりとか、なんかメタルキーリングみたいな、そういったものが入っていたりとか、まあ、あとはこちらゲーム内特典として、スラ教フロートプリズムというのが入手できるわけです。で、あとは赤い眼差しとか、ギュッとスライム、 でそれにスライム強スリッパーまあ、これなんかあんまり欲しくない人多いと思うんですけどまあ、こういったものがですね結構最近バージョンアップごとに来たりするんですよまあその他いろんなものが詰まっていて黄金の花びら50枚とかまあいろいろあるんですけども要はこういった仕草とかあとはプリズムとかこういったものというのは二度と手に入らない可能性がある。 現状ストアにも全く出てないんですよね、この辺というのは。まあこういった限定品で手に入れられて、なので手に入れられない人というのは二度と手に入れられない。あとはバージョン6でもスライムと冒険セットみたいな、そういったものがあって、まあその時は確か仕草ついてなかったとは思うんですけども、まあそれでもドラゴンクエスト10のリアルのグッズがそこでしかもらえないということなんで、まあ一応転売屋ヤーとかから買えばかなり高値にはなるけども、まあ大体2万円とか、まあ1万5千円とか、 それぐらいで調べたら出てきたんですけども、まあ、ただそういった正規ルート以外のものを使わないと二度と入手できなくなってしまうんで、まあ、そういった限定のグッズというのは是非とも手に入れていきたいところ。 ちなみに赤い眼差しとか結構こんな感じでなかなかに怖いんで、まあ、結構ねこの辺持ってる人少ないんですけども、まあ、これを持ってるだけでだいぶねいろんなところで使えると思うんで、まあ、割と限定品の仕草ってだいぶクオリティ高いの多いと思うんで、まあ、そういったものはもう入手していきたいですね 一応ショップとか見るとなんかそれっぽいのはありまして、まぁこんな感じの眼差しの仕草セットということで、まぁたくさんあるんですけども、まぁただやっぱね、眼差しが赤くないので、やっぱなんとも言えないですよね。なんか微妙じゃないですか。やっぱ眼差しといえば赤いもの、やっぱそれが一番なんで、まぁ多分運営としても安易に赤い眼差しを出してしまうと、せっかく限定品で高いお金を出して買ったのにっていう、そういったクレームが来てしまうので、ま、あ おそらく運営も、まあ、やっぱ色違いだけども、まあ、こっちで我慢してくれみたいな、まあ、感じで出してるんでしょうねというわけでバージョンアップごとに最近ではいろんなものが出てるんで、まあ、そういったものを取り逃すと二度と手に入らないかもしれませんもしかしたらまあ現段階では入手できないけどそのうち正式に運営がストアに出してくる可能性もあるんでまあ何とも言えないですけど、まあ、頑張ってこれ入手していきましょうそれでは続いて 違うゲームのコラボ品ということで、これもね、なかなか来ないですよ。まあ本当にごくごく一部が交換屋に来たりしてで、それで入手したりはできるんですけども、まあただ結構な頻度でなくなったりする。ファイナルファンタジーのコラボとかなんかはもう一回コラボが来ないことには入手できなかったりするんで、まあスタンプなんかはたまにこうやってあったりするんですけども、 まあ、ただ、サボテンダーの仕草とかも出てないですね。ま一時期はちょっと出てたんですけども、まあ、そんな感じに、別のゲームの仕草とか、そういったものっていうのは、なんか著作権的な関係で結構消えたり、まあ、あとはそもそもそのストアに出せなかったりとか、いろいろ問題があるらしいんですね。まあ、というわけで、イベント系の、なんかコラボ系に関しては、ぜひとも積極的にもらっていきたいところ。同じドラゴンクエスト同士のコラボ、例えばドラゴンクエスト10とドラゴンクエスト11、まあ、なんならドラゴンドラゴンクエスト11、 ンクエストウォークとかそういったものに関してもなんかやっぱり同じ会社とはいいけどちょっとなんか出しにくいらしくてまあ一部出ているものもあるんですけどもまあそんな感じに「ドラゴンクエスト10」じゃなくてなんかのコラボ的な感じのやつではもうそれはね忘れずにもらっておいた方がいいと思います。 まあ今でこそ自分手に入ったんですけども、バージョン2の頃、ファイナルファンタジーのコラボやり忘れて、モーグリの帽子を入手できてなかったんですね。で、その時、モーグリの帽子がもうこんなに可愛いとは思ってなくて、結構いろんな人がモーグリの帽子をずっとつけてたんですよ。で、そのままバージョン4ぐらいになるまでモーグリの帽子ってなかったんですよね。そもそもファイナルファンタジーのコラボが来なかったから、で、ようやくバージョン4.5ぐらいかな、その時にモーグリの帽子が再配布されるようになって、ようやく入手することができたんです んですけどもまあただそんな感じに、まあ、やっぱこう取り逃してしまうとしばらく手に入らなかったり何だったらもう二度とコラボが来なくて二度と手に入らなくなってしまったりとかそういったことがあるんでそういったコラボ品に関しては是非とも積極的に取りましょうはいというわけでこちらイベントのコラボ品でしたそれでは続いて イベントの一部景品ということで、たまーにね、二度ともらえなくなるやつがあったりするんで、まあ、今なんかいい例でバレンタインとかホワイトデーとかそういったイベントやったじゃないですか。で、その時にこういったヒューザの像とか、もしくはセラフィーの像とか、まあ、こういったものというのは二度と手に入りません。こんな感じに第11回のセラフィー像とかあるわけなんですが、これ11回と10回で形とか ポーズとか、そういったものが違うわけですね。なので、このセラフィーの像、これ捨ててしまえばもう二度と手に入らないんで、まあレプリカにするなり、で、他にもバレンタインとかホワイトデーって8キャラのうち3つしか像がもらうことができないんで、つまり取り逃してしまった像というのはもうその時点で 実際に入手することができなくなくってしまいますますあ、なので、そういったものあるんで、バレンタインとかホワイトデーの像というのは、もう慎重に選んでみてください。イベントの庭具とか家具屋に並んでいたりとか、なんなら普通にバザーに出せるものというのが結構多かったりするんで、まあ調べてみると結構あるんですけども、 まあ、例えばこちらのうさぎの和ダンスなんかは、まあ、この辺はイベントで入手したものなんですけども、まあ、こちらもイベント用なんですが、まあ、割と安値でみんな出してくれています。まあ、こんな感じに結構イベントのものというのは、まあ、バザーに出せたりするんで、まあ、なんですが、こういった像とかね、まあ、この辺に関しては、 二度と手に入らない可能性が出てきたりするんで。まあ、あとは結構傘アイテムなんかも自分まだ入手できていないものが多かったりする。例えば、なんかウルタが持ってそうな銃みたいな。あれなんか自分ね、もう手に入らなくて、なんであの時手に入れられてなかったのかってめちゃめちゃ後悔してんですよ。まあ、そういった傘アイテムに関しても結構もらい忘れて二度と手に入らないみたいな、そういったことも結構あったりするんで、とりあえずいつ使うかわかんなくても、一回はとりあえずもらっておくべき。そうすれば装備であれ、 闇商人からもう1回入手できたりとかまあ、なんなら傘アイテムだったらもう1回カメレオン傘を使えば入手できたりとかまあ、そんな感じにできるんでとりあえずイベントがあったらその景品は全てもらうことを推奨しますというわけでこちらイベントの一部景品でした それでは最後。最後は電子書籍系ということで。電子書籍、なんだったら普通のドラゴンクエスト10の本を買ったりすると、たまについてくるプレゼントコードの仕草。あれなんか二度と手に入らないこと多いんで気をつけてください。特に電子書籍なんかは気をつけた方がいい。例えばこちらのツッコミという仕草。これなんかは、なんだっけな、なんかの電子書籍で手に入ったんですけども、 送付先のキャラクターを間違えてしまうと、電子書籍って2回買えないんで、お出かけ便利ツール開くと、ジェムで買える電子書籍あるじゃないですか。あれって実は2回買えないんですよ。つまり、じゃあこちらのツッコミがもらえる電子書籍を買いました。それをフラちゃんに送付しました。じゃあ他のキャラクターでも欲しいから電子書籍で買おうかな。そういった時に2回買えないわけなんで、ツッコミの仕草というのはフラちゃんだけにしか送れない。送ってしまったら最後ということになってしまいます。 これちょっと自分のフレンドの山田丸が送付するキャラクターを間違えてツッコミの仕草ずっと手に入らなかったんですけども、ところが電子書籍じゃなくて紙媒体の本を転バイヤーから高値で入手することができたらしくて、それでなんとか今ではツッコミの仕草を持っているらしいんですけども、 まあただそんな感じに一回やってしまったりとか間違えてしまうと転バイヤーから買うしかなかったりとか紙媒体の本はそもそももう本屋さんに期間を逃したら並んでいなかったりとかそういったことがあるんでこういった電子書籍とか紙媒体の本についているプレゼントコードというのは本当に慎重に送付するキャラクターを間違えないようにしてください まあその他にもまあこういった V 論の盾っていうのがありましてこの辺なんかは確か2000いくらぐらいかで買える電子書籍があったんですけどもそれの特典としてついてきたんですねまあこれですね何個ももらえるわけじゃなくて星さんのやつというのは書籍一つにつき1個しかもらえなかったまあそれを運営が問題視して今では遣唐使の盾みたいなまあそんな感じのやつが出たんですけどもまあ、これ 舞踏家とかその辺で全職業で持てる盾でブレス系のダメージが6%減されているというのはこれだけなんで。 なので、当時はめちゃめちゃこれが流行った。錬金失敗しちゃえばそれで終わりですからね、最悪なことになるんで、自分なんかはめちゃめちゃ運が良くて、こんな紙装備になりましたけども、まあ、ただこんな感じに、もう一回手に入れてしまったら、もう二回目は手に入らなかったりとか、なんだったら間違えたらもう二度と手に入らないとか、そういったものがあるんで、電子書籍とか買う際には気をつけておきましょう。はい、というわけでこちら電子書籍でした。 とといいううことでででかかがししたでしょうか今回紹介したのは一度逃してしまうと二度と手に入らないかもしれないものということで紹介しましたまあ仕草とかその辺の電子書籍とかそういったものというのはさっきも言ったように転売ヤーを通せばなんとか入手することは可能なんですけどもできれば転売ヤーを使ってほしくはないといった感じなんで、まあ、単純に値段もそうだしであとは転売ヤーから買うっていうのが何ともねちょっとしてやられてる感があるんで まあ今回紹介したもの、どうしても手に入れたいというのであれば、店売ーを使うしかございません。はい、というわけで今回の動画がためになったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。その他にも、二度と手に入らないものってあったら、コメント欄で教えてください。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。